オピニオンリーダーとは、集団の意思決定に関して、大きな影響を及ぼす人物。世論形成者、もしくは世論先導者とも呼ばれる。一方、影響を受ける相手は、フォロワーと言える。あるいは、コルトも。ライブ配信などで商品を売ることなどを指す。講義には、特定の分野、地域社会、あるいは、社会全体において、それが当面する重要な問題を喚起し、 人々の意見形成に影響を与え、世論を動かす人物を言う。競技には、社会学用語として、地域社会あるいは集団において、社会的地位や階層の点で、フォロワーと、同質的な存在であるにもかかわらず、それらの集団の意見や行動、判断に関して、影響力を持つ人を言う。 一般的にはそのコミュニティにおいて頼られている人がオピニオンリーダーの役割を果たす。これらのリーダーが媒介となってそのコミュニティに新しい情報が浸透していく。政治勢力がオピニオンリーダーを作り出したり、既存のオピニオンリーダーを利用したりして、自分たちの主張を有権者に浸透させることが行われている。スポーツメーカー等が成績の良いプロやアマチュア、 ジュニアに対して格安または無料で用具やウェアを提供し広告等とすることもある。川原泉の美貌の果実では登場人物にオピニオンリーダーをイバリンボと訳させている。ありがとうございます。